ピューマ族はピューマとジャガランディの2種からなるアメリカ大陸の猫科動物の一分類群。ピューマは南北アメリカ大陸に広く、ジャガランディは中央アメリカと南アメリカ大陸の広範な地域に分布する。ピューマとジャガランディの文化は新生代第4期更新予中期ヨニア案の頃と考えられているため、ピューマ族の出現はこれに先立つ時代に求められる。 系統分類学の新たな知見によれば、北アメリカ大陸で進化してきたピューマ族は、かつて、ユーラシア大陸の熱帯と温帯の平原に広く分布していたチーター族と祖先を共有しているとされている。ネコ科のーランチはユーラシアであるが、本県における両族の共通祖先が生息していたのがユーラシアであったのか、北アメリカであったのかは、まだ解明されていない。 共通祖先がユーラシアからベーリング地境を通って北、アメリカに渡る以前に両族の文化があったのか北、アメリカに渡った共通祖先から両族が分岐した上でチーター族のみがユーラシアへも分布を広げてむしろそこで繁栄を遂げたのかはたまたそのいずれでもないのかは現在研究所の間で見解が分かれているところである。なお現在確認されている化石からは チーター族は約250万年前から約220万年前にかけての時代の中国大陸においてすでに生息していたことがわかっている。したがってピューマ族の出現もその頃まで遡らなければ系統進化の上で整合性が得られない。ありがとうございます。